皆さんごきげんどうも、ご主人様です。アマーチンです。期待の新作の祭典 Steam Next Fest。今回もそこで配布されたデモ版を実況していきます。第4弾はゼロシーベルト。ジャンルは見下ろし型のシューター。これまでにも数回デモ版の配布が行われており、2D 版のエスケープフロムタルコフとも評価されていた作品です。珍しくシム系のゲームじゃないのね。まあ一本くらいジャンル違いの作品もプレイしたいなと思いまして。では早速始めましょう。まずは初期装備の選択。初期装備は銃器、アーマー、水と食料、メディキット等々、かなり内容に差がありますので実質的に初期難易度の選択ですね。ショットガンで近接マンになるもよし、アサルトで中距離マンになるもよし、スナイパーでイモイモするもよし、これは迷うのよ。お、これなんかええやん、ごついアーマーにイケてるバックパック、アタッチメントも盛りだくさん。ピストルマンセットもありますね、これは男の初期装備。却下。さいですか。ご主人様はせっかくだからこの下から2番目の初期装備を選ぶぜ。他のものと比べてアーマーが硬い初期装備ですね。下から2番目の難易度的なやつです。そんじゃ参ってみよう。バンカーゼロシーベルトへようこそ。ザコフに残された最後の安全な場所の一つだ。ここでは仕事を受けたりトレードしたり、おめえの武器の調整なんかもできるぜ。仮に出かける前にちょいとバンカーの中を見て回るのもいいかもな。バンカーを出て仮に行きたいなら外にいる鉄オタのおっさんに声をかけな。ただのオタなのかよ。おっさんバンカーから出て南に寄るでな。出かける前にマップから抜ける方法ちゃんとおっさんから聞いとくんやで。バンカーのバーにいるバーテンな。あいつ仕事くれるよってな。今ザコフで何が起きとんのかも教えてくれるで。あとな、バーの左にあるのがオンドレの部屋や、好きに使ってええで。アイテム作ったり茶化のカスタムする作業台と。アイテム保管できる収容箱も置いとるでな。お値段に取りでサンキュッパ。安もんだなおい。J キーで個人端末にアクセスしたらな、自分の状態とかいろいろ見れるで、他にもいろいろイケてる機能盛りだくさんや。タブキーでインベントリな、あとこれめっちゃ重要、チュートリアルはエスケープキーから見れるで、暗状気張りや。ということでプレイ開始。え、説明こんだけ。ハードコアなんでこれで十分なんです。知らんがな。とりあえずバーテンさんとお話ししてみましょうか。よ姉ちゃん、腹減ってんのか。レディに対して随分な言い草じゃないの。まずはご定番、情報収集から始めましょうか。ここはゼロシーベルト、冷戦時代に作られた古いバンカーさ。ザコフで唯一の安全な場所で、武器でも仕事でも欲しいものは何でも見つかるぜ。で、今のザコフの状況だがな、2017年の春に工場が爆発してな、何が起きたのかは誰も知らないが、クリムゾンコーポレーションが関わってるってことは誰でも知ってる。クリムゾン行っても悔しい、でも感じちゃうのあれとはちゃうで。余計なネタ差し込んでんじゃねえのよ。ソーリー、奴らしらばっくれてるがそんなこと誰も信じちゃいねえ。奴らに何か聞きたいなら工業地区に行きな。まあ何も教えちゃくれんだろうがな。2014年までは原子力発電所だったんだが、ロシア政府がクリムゾンコーポレーションにそいつを引き渡して、秘密の研究所なんて代物にするのを許可しちまってな。あとは知らん顔ってわけさ。あそこで何が起きているのか誰も知らねえ。電子機器が全く動かねえとか電波が届かねえとかそんな噂だがな。仕事ならいくつか回せるぜ。非正規軍の連中はルーキーと仕事はしたがらねえと思うが、俺なら口を聞いてやれる。だがまずはここで生き残れるってことを見せてみな。あとドクターはいつも奴のサンプルのために命を張れる野郎を探してるぜ。興味があるならって話を聞いてみな。それとも借りがしたいのか。だったら外の鉄オタと話してきな。もっとヤバい場所のことが聞きたいのならガイドと話してきな。奴はバンカーの入り口の近くにいる。だいたいそんなところだな。なるほどわからん。この場所はロシアのザコフという場所で、かつて原発だった施設がある会社の秘密工場となり、そこが爆発して何か奇妙なことが起きている。状況はそんなところのようですね。で、事実上の無政府状態となったこの場所で、仕事を受けたり狩りをして生き延びる、ということなんでしょうね。狩りといっても動物を狩るわけじゃありませんけど。要はドンパチ百科して暮らせばええねん、ってことなの。そういうことにしておきましょう。まずは仕事でも受けてみたらいかがです。そうね、親父、簡単なやつ一つ頼むわ。ゼロシーベルトへようこそ。お前さんがどうやってここに来たのか、そんなことは知ったこっちゃねえ。悪く思うなよ、ここにはたくさんの神座を見るが帰ってくるのはほんのわずか。いちいち覚えちゃいられねえのさ。さて、お前さんに何ができるのか見せてもらおうか。やることは簡単だ、森に行って生き残れ、それだけだ。え、そんだけ？そんだけ。めっちゃ楽勝やん。ルーキーにはぴったりの仕事だろ。じゃあな、グッドハンティングストーカー。親父出てくるゲーム間違えてっつ。最初の仕事は森に行って帰ってくるだけの簡単なお仕事、楽勝ですね。めっちゃ美味しいやん。まあ最初のミッションなんてそんなもんでしょう。では出発前に装備を整えましょう。タブキーでインベントリを開きます。武器はアサルトライフル一丁、サブ武器はなしですね。アーマーも装備しておきましょう。
メディキットと包帯をショートカットキーにセットして準備完了。出発前に銃をリロード。これでオッケー。仕事の前にちょっと部屋を確認しておきましょう。部屋には作業台と収納箱があると最初に説明がありましたね。あそこに見えるのがそうでしょう。作業台では各種アイテムの製作、あとは武器のカスタムができるようです。外で拾ってきた資源で弾薬とか医療品とかを用意ができるのね。武器のアタッチメントがあれば結構細かくカスタマイズもできるようですね。今一つも持ってないから意味ないけどね。収納箱も確認しておきましょう。外で獲得したアイテムをここに保管できるようです。重量制限があるので持てるアイテムには限界があります。制限重量をオーバーすると動きが遅くなりダッシュもできなくなります。仮に行ってはここにお宝保管してまた出撃ってな感じなのね。画面左上にライフとスタミナ、その横に疲労、空腹、渇き、そして放射能汚染度のステータス、これらはアイテムで回復可能です。では外の鉄オタと話して仕事に出かけましょう。今行けるマップは森と工業地帯のマップ。今回の仕事は森が目的地です。行って帰ってくるだけだけどね。森に到着。マジに森、見渡す限り森、ザ、森。そりゃあ森ですから。まずは M キーでマップを開いて現在地を確認しましょう。オッケー Google、現在地を教えて。お、なかなか広いマップじゃないの。黄色のアイコンが我々の現在地ですね。そして北東に見える緑の円、あの場所が脱出ポイントのようです。つまりあそこに行けばこのマップから出られるのね。そんでお仕事完了、ちょろいぜ。そんじゃ参ってみましょうかね。お、なんか小屋あるやん。入らずにはいられない。一応周囲を警戒した方が良いのでは。大丈夫大丈夫、ご主人様センサーはそう言ってるのよ。お、なんか発見。何が出るかな、何が出るかな。このルート画面は某タルコフチェックですね。だからタルコフ風言ってやええねん。包帯、タバコ、バルブ、ネイル、クラッカー、しけてんのな。まあ全部いただいちゃうんですけどね。クラフト素材やトレードアイテムのようですね。もっと、こういけてる武器なんか期待してたのよ。着いた早々見つけた小屋なんてこんなもんでしょ。まああれね、そこら辺うろついてるレーダーぶっ殺して奪えばええねん。逆に身ぐるみ剥がされなきゃいいですけどね。取るもん取ったし、こんなしけた小屋にはもう用はねえのよ。ちなみにマップ上の敵は視界に入らないと見えません。遮蔽物の影などからいきなり現れることもあるのでご注意を。で敵おるやん、それも3人。ちょっと岩の影に隠れて、3対1、どうしよっかなぁ。これはちょっと分が悪し、こなんて言うと思ったかジャッカー。一瞬でまとめてやってやるのよジャッカー。おっと玉切れ、対比対比、安全な場所でリロードリロード。お待たせ子猫ちゃん。どこにいるのかな、何も知ってたーい。野郎ずくらしゃー。ふう、なんとか致命傷で済んだのよ。またアンチに対比対比、まったくとんでもねえとこに来ちまったのよ。包帯巻きいいの。傷を負うと出血するのでまずは包帯で止血です。メディキット食べーの。メディキットは食べるものではありません。メディキットでライフを回復。この時止血していないとせっかく回復したライフが徐々に減ってしまいます。しかし回復おっせーのな。この時襲われたらシュンコロよシュンコロ。そんでリロードリロード。残る子猫ちゃんはあと1匹。悪いがその弾取らせてもらうで。いたいた、抜き足、差し足、死の。敵全然ならそうやらだかー。相手がクソエイムで助かったのよ。マスターそれ以上のクソエイムでしたけどね。勝てばええねん。さあお楽しみの時間なのです。君の全てをさらけ出してくれたまへ。要は追いはぎですね。何が出るかな、何が出るかな。素材と食料、飲み物、わずかなルーブル、あとは敵が持っていた武器ですね。スペック低く、ゴミね。売ればそれなりのお値段にはなるでしょうけど、武器は重いので荷物を圧迫しちゃいますね。他の子たちの荷物漁ってからまた相談ね。お、スコーピオン、こいつはイケてるのよ。大体こんなもんかしらね。初ハントにしちゃなかなか上出来じゃないの。思いっきり重量オーバーしてますけどね。大丈夫大丈夫、脱出ポイントすぐそこだし、いけるわ。ってめっちゃ移動性のな。だからそう言ったでしょうが。まあ荷物パンパンだし、今日のところはこのくらいで勘弁してやんよ。そして脱出ポイントに到着。ちょっと危なかったけどさすがご主人様。こんなところにいられるか、俺はバンカーに帰らせてもらうぜ。ミッションコンプリート。生還すると成果に応じて経験値を得られます。レベルアップすることで体力やスタミナなどの強化もできるようですね。そしてバンカーに帰還。早速バーテンさんから仕事の報酬を受け取ります。報酬は医療、武器カスタム、料理スキルが上がる本どれか一冊。今回は医療スキルを上げる本を選択しておきました。そして1500ルーブルと経験値50、評判さんをゲット。評判なんてのもあるのね。評判の値で受注できるクエストだったり、NPC との会話も違ってくるのかもしれませんね。そしてハンティングでいたアイテムを収納箱に保管して、
ドクターに傷の治療をお願いしました。ちなみに負傷するとライフの上限が減ります。これはメディキットでは回復しないのでドクターに治療してもらいます。でも775ルーブルとか高くね。ルーブルなんていずれ紙切れになるからこれでええねん。おいバカやめろ。しっかしドクターなんでアーマーの修理なんてことまでやってんのかしら。お医者さんなのに。ドクター無機物もいける口なんでしょ。知らんけど。傷も治して元気100倍。もうひと狩り行こうぜ。今日はもう休んだ方がいいんじゃないですかね。あんなしけたブツで満足できるわけないでしょ。今回はもっとイケてるお宝ゲットするまで帰らないのよ。おっと坊や、あたいとやろうってのかい。希少な羊ね。わざわざ狼の絵。やろうブクラッシャー。こうしてバンカーゼロシーベルトに、また顔を真っ赤にしたハンターが一人生まれましたとさ。ということで今回はSteam Nextフェスで配布された機体の新作、ゼロシーベルト、デモ版のご紹介でした。世界観はストーカー、ゲーム性はエッセイ、黒メタルコス、そしてジャンルはドット調のトップダウンシューターとなかなか癖の強い作品。発売予定日は来月11月22日。なお、このデモ版は期間限定公開となっており、残り期間はわずかとなっておりますので、ご興味のある方はお早めにプレイされることをお勧めします。以上、ゼロシーベルトのご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。